カマルティン・ハーン・ニザームは、インドデカン地方に存在した、ニザーム王国の支配者の称号。もともとは、アラビア語であったが、16世紀から、ウルドゥ語にも用いられるようになった。王宮玉座王宮内部1713年1月12日、ムガル帝国の武将カマルティン・ハーンが、皇帝、ファルフシアルから、ニザームルムルクの称号を授けられたのが、その起こりである。 1724年、カマルティーン・ハーンは、ハイダラーバードによって独立を宣言し、その称号から、ニザーム王国とも呼ばれる国を起こした。以降、彼と彼の子孫は、ニザームを合した。カマルティーン・ハーンを始祖とする、ニザーム家は、非常に裕福な一門としても知られており、例えば第九代のマフブーブ、 アリー・ハーンは同じ衣装を二度と身につけなかったと伝えられている。彼の宮殿の一区画はべて彼の洋服ダンスでぎっしりと満たされ、その高さは2階にまで達したという。ニザ・ームの日たちは宝石を散りばめた王冠、黄金の装飾品や真珠、そして高価な宝石で飾り付けられた金紙の豪華なドレスで身を飾っていた。さらに彼女たちの首は、 つけられるだけの真珠や宝石の首飾りで飾り立てられ、宝石の帯のついた靴、豪華な銀の足飾り、真珠や宝石のブレスレットという豪華そのものの装いだったようである。膨大な量のダイヤモンドサファイアエメラルドルビーが宮殿の地下貯蔵庫に満ち溢れていたとか、ライムの実ほどもある二百八十カラットのジャコブダイヤモンドが文鎮に使われていたとか、またある時には、 近海を運んでいた12台のトラックが、あまりの近海の重さのために、宮殿庭園のデーネーで立ち往生した、などの伝説も残っている。カマルティンハーンナーシルジャングムザファルジャングサラーバト、ジャングニザームアリーハーンシュカンダルジャーナーシルウッタウラ、アフザルウッタウラマフブーブ、アリーハーンウスマーンアリーハーン。ありがとうございます。